はい、いつもご利用ありがとうございます。レコードショップレアグループです。今日はですね、久々にですね、こちら使ってバンソリ直しの動画を撮ってみました。少し前、1ヶ月ぐらい前だ、もうちょっと前でしたかね、こちらのバンソリを直す機械、ディスクフラッターっていうんですけども、こちらの機械を使ってバンソリが激しいレコードを直してみたんですけども、一応なんかね、今までアップした動画の中で一番再生回数が多くてですね、って言ってもそんなにもともと再生回数多くないんですけども、結構面白いって言っていただいたお客さんもいらっしゃったんで、ちょっとね、またバンソリが激しめのレコード出てきましたんで直してみました。まあ、中にねこれ入ってるんですけども、どうなんだろう、直ってるのかな、直ってそうかな。まあちょっと後ほど検証してみます。はい、まあこの機械のね、特性とかバンソリの直し方なんかは、以前のねバンソリを直してみたっていう動画だったかな、そちらをチェックしていただければと思います。はい、それではバンソリを直してみました。じゃあ別のカメラの方へどうぞ。
はい、いかがでしたでしょうか。結構ね、前回のレコードの伴ソリよりもそんなに激しくないかなと思ったんで、結構簡単に治るかなと思ったんですけども、今回何回かけたんだろう、1時間この機械をかけて1時間冷やすっていう工程を4回かなやりまして、だいたいね普通これぐらいでフラットに近い状態になるんですけども、今回結構手強かったんで、あとはねちょっとこう禁断の2時間かけて2時間冷やすっていう工程を久しぶりにやってみました。この機械つまみがね120分までありまして、あと連続っていうのもあるんですけども、結構120分とかやると温度はキープしてるんですけども、ちょっと長時間熱を与えすぎてしまって、逆に状態が悪くなる、ヒートダメージになるっていうこともありましたんで、まあいつも1時間を限度にやってたんですけども、今回なかなか治らなかったんで久しぶりに2時間をやってみました。今回結構ねもっとまっすぐなるかと思ったんですけども、まあまあちょっと張り飛びとか音揺れがない程度のに近い状態にはなったかなと思います。それでですね、ちょっと今回この動画を見ていただいているお客様、こちらの機械を使ってバンソリ直しますので、この動画を見ていただいている皆さんの中で、私もバンソリしたレコード持ってるんだけどちょっと張り飛びしちゃったりねして困ってるとか、ちょっとちゃんとプレイできないんでどうにかしたいって思ってる方いらっしゃいましたら、ぜひとも当店にお持ち込みください。こちらの機械を使いまして、無料で直させていただきます。ちょっと 1,2 点ほどお願いがあるんですけども、お持ち込みいただいたレコードでも治らないものもあるんですよ。以前の動画でも紹介しましたけども、ヒートダメージと言いまして、ちょっと熱とかでね暖房器具の近く置いてたとか、すごい熱いところに置いてたとかで直射日光の当たるような熱でちょっと板が溶けてしまったものなんかは治りません。まあ、治りやすいもので言いますと、まあ、特にね新譜のレコードとかデッドストックのレコードなんかでちょっと置き方がおかしかったりして、こういうお椀型に沿ってるとか、そういうものはね比較的簡単に治ります。お持ち込みいただいた時に、ほぼねちょっと見た感じで分かりますので、この状態であればこの機械をかけてもおそらく治らないので、ちょっとこれは治りませんとか、お持ち込みいただいた時にアドバイスもできますので、お気軽にお問い合わせお持ち込みいただければと思います。あとねちょっといついつまでに直してくださいとか、そういったねちょっと期限を指定したものはお答えできない形になります。結構ね今回の動画でも正直ちょっと2日くらいかかりましたんで、ゆっくりやりまして、ちょっと納期の方は確約ができませんので、その点もご了承ください。はい、あとね郵送とかそういうもので送っていただくのも困りますので、お店に直接お持ちいただける方のみ対応させていただきたいと思います。はい、また概要欄の方にねお問い合わせ先なんかも貼っておりますので、お気軽にお問い合わせください。はい、今日はですね新着商品和物のレコードを30枚更新しております。概要欄に商品のリストを貼っておりますので、気になる商品がございましたら、ごめんのですがコピペをしていただいて、オンラインストアの検索窓で検索をかけていただきましたら、商品のご購入、視聴、詳しい内容をご確認いただけます。はい、それでは別のカメラで撮影しておりますので、そちらの方をどうぞ。ジャパニーズフュージョンクラシック、ジャパニーズフュージョンクラシック、ディームファンクプレイ、ジャパニーズフュージョン、ジャパニーズラテンフュージョン、和製シャカタク、ジャパニーズディスコクラシック、シティポップクラシック、ジャパニーズディスコクラシック、ジャパニーズファンククラシック、ジャパニーズファンキーソウル、ジャパニーズディスコクラシック、ジャパニーズファンキーソウル、ジャパニーズファンキーディスコ。日本で活躍するフィリピン人シンガー、日本で活躍するフィリピン人シンガー、レゲートラック収録、ジャパニーズシンセポップ、ジャパニーズシンセポップ、ジャパニーズファンキーソウル、ジャパニーズシンセポップ、ジャパニーズコズミック、ジャパニーズコズミック、細野晴臣プロデュース、ジャパニーズエレクトロニクスクラシック、ジャパニーズエクスペリメンタルエレクトロニクス、ジャパニーズアンビエントエレクトロニクス、ジャパニーズシンセポップクラシック、ジャパニーズエクスペリメンタルエレクトロニクス、ジャパニーズアンビエントエレクトロニクス、
ジャパニーズシンセポップクラシック、はい、以上となります。当店では定休日の水曜日を除きます、毎日新着商品を更新しております。だいたい夜の7時ぐらいに更新しておりますので、リアルタイムでご確認いただけるお客様はそれぐらいの時間にオンラインストアチェックしていただけましたら新着商品をご覧いただけます。はい、当店ではレコードの買い取りもお待ちしております。レコード処分しようかなって思われているお客様、店頭への持ち込みの買い取りはもちろんですけども、着払いでの郵送の買い取りや、出張買い取りなんかも枚数にはよりますが対応しております。お気軽にね、お問い合わせいただければと思います。当店のメールアドレス概要欄に貼っておりますが、 SNS の DM なんかでもお気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。